るさと大館。おはようございます。おはようございます。ほら、おはようございます。久しぶりに動画を回して見ております。久しぶりなのでちょっと撮影の仕方を忘れました。なんか今日は大館のオフということで、本を読みにホワイトクルーに来てみたら、なんと小松さんが個展を開催するための準備中だったので撮影をしてみました。小松さんプロのカメラマンでもあるんですけども、その小松さんがこれまでに撮影してきたいろんな写真をこのリバーサイドホワイトクルーで展示をするということで、もうこの空間とこの個展の場所とこの建物自体からもう全て小松さんの手作りで出来上がった、もう素敵な素敵な雰囲気の空間になっておりますので、めちゃめちゃ皆さんに見ていただきたいなと思います。まだホワイトクルーに来たことがないっていう方もぜひこれを機会にこの写真を見にだけでも大丈夫ですので来ていただけたら嬉しいです。私別にホワイトクルーの何者でもないんですが、すごくいい場所です。ちなみに久しぶりなので最近の近況をお話ししますと、来月ね、11月がハチ公生誕100年フェスティバル in 大館、1年間以上かけて準備をしてきたというか、行ってきたプロジェクトの集大成ということで、それに向けての準備と、そして東京でのお仕事の方も兼業をしながら頑張っているところです。なんかまた年度も変わるね、残り大館にまたいるのかいないのかみたいな時期にもなってきているので、将来に向けてのいろんな準備も始めています。いいことをご報告できたらいいなと思っておりますので、お会いした時にはお声掛けください。はい、それではちょっと小松さんのとこ見てみたいと思います。それではどうぞ。何百枚もある写真の中から厳選した写真を選んでホワイトクルーの個展の準備をしております。全部手作り、本当に手作りです。何してるの？電気を取り付けてるとかね。配線をなんちゃらしてるみたいです。もしかして、動画？そうだよ。小松さんって大工さんなのかな？この配線から、板から、電気から、何から何まで全部。で作ってます。ホワイトクルーの小松さんです。
バーサイドホテルホワイトクルー、どこがホテルなのかなと思うでしょう。実はここを進んでいくと201号室そして202号室203号室ツインの部屋が3個もあります。そしてこっちはまだ途中ですが、個展のお部屋、入ってこないとわからないこの素敵な雰囲気があるんですけども、今日はねお天気も良くて、ここで私は一日本を読んでおります。小松さんは下で個展の準備をしています。そしてここからは景色が見れます。カン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 、急に思い立って個展ができるまでを撮影してみました。ジャスパーの写真、あと 2,3 日で個展が完成して、北陸新聞でも取材が入るようですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ホワイトクルーでした。